ないとフォローができません。そうなんですよね、はい、悲しみのカスあたり。さあ戻しまして5対5。いやマジで差つかないね。対空ブローしただけで半分減ってるのやばいっすよ、ね、間違いないノーゲージでもうあブローラッシュオイルうまいですね。やりたい放題していく。13秒。いやお互いなんかじりじりした対戦になるのかなともよぎったんですが、もう、ま、殴り合いですよ本当に。なんかね、なんかじりじりするのはするんだけど、はい、なんか様子見の時間というかお互いの判断が早いのか、なんか触り合いに行く時間がもうすぐ早いね。そうですね、機動力も高いからもう行くときは行っちゃいですぐ本当に触り合いになるっていう。で勝負が一瞬で決着するといやこれは豪気豪気といった対戦ですね本当に。見てる分にはね動きあって楽しいですが、やってる分には胃が痛そう、うん。しかもゴーキというキャラクター防御力低いのでブロッキングも入れにくいんですよねやっぱりね。そう単純にね、なんでブロッキングがない本当に純粋な殴り合いといったような。そう、まあ、1フレーム決まればそれで安く済ませて仕切り直しはいいやっていうスタイルになると、うんうん、まあ、直でのじゃんけんブローもしにくいですね。ですね、まあ、あと外した時のリスクも高いですからね本当に。そうそうそう、おアイステ100機。さあお互いマックス体力的なデコ有利だが、うわプロファッサー警戒してカーブしてる。うまい、あー先ほども見せましたお嬢さん。今のはうまい、上り竜巻からコパンメッパーで裏からコパン拾いメッパー、あれはもう1ゲージあったので、はい、終了近づいてまいりました。そうですね、さあデコイさん水を飲みちょっと落ち着いて開幕竜巻。頭蓋発殺。さあデコイ若干苦しくなってきましたね、やっぱり星の数的には。そうだねすげえね。さあ非常に大きな一戦です。リーチになるか追いつくか、はい、かなり重要ですこの対戦。16本目ですが、怖っ怖っ怖っ、残ったいねこれは。減りすぎ、しゃがみだとは3発でも関係ないっすな。減りすぎですね、しゃがみはやばい。メッパ真空波動よりも威力は低いんですが、もう関係ないっすねこれ ね、 そうね、めちゃめちゃ減りますね攻撃攻撃だと。だしまあ一応メッパの方がちょっとでかいのか。メッパはでかくてダンスが遅いんですよ。はいはい、そうだね。ただ発生が一番早くて、はいはいはい、っていう感じですね。ただ威力は低い、はいはい、うわー痛ぇー、あー当たる、分かんないよこれ残りが。さてこれどうする、チヨシ投げて。さあこれはあーこれ空人歩きに刺さったのか。あ当たってる、お見事お見事、反応しっかりですね、うまいですね今のは。さあこれ分からなくなりましたよこれ。さあ並ばせるものかと追いついて、はい、中足ハードでこのヘリ減りすぎないですこれ。あいた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 、あー狙ってきたね。いやこれしゃがみがれて死にますこれ、はい、空対空プロって安く済ませる。ただ置き攻めがついてきて、あー確認してる、単発確認、素晴らしい、うまい、繋がってうまい、マジか、やる、うまい、うまい、ちゃんと繋ぐ、歩いて緊張パン中、志村サイクロン、志村サイクロンが志村サイクロンと言うと別人なのですけどこれザビリーチ、はい、18本目。はい、さあデコイ食らいつけるか、はたまたザビが決めてしまうのかという18本目。空人がとおわ、あそこは弱殺じゃなくてね、銃でそのまま拾いましたね。いや本当に時折ふわっと出した中足に空人刺さってのやばいっすよね。フローラセは井戸投げが出ないか、うわ早いですね反応が。これはあ食らう、ギリギリ当たってる中足、ザビがリーチをかける。さあ先ほどの粘りを、はい、デコージ見せられるか、あー仕込んである、起きますね空人を、あーあー痛恨のコアコア
チャム中盤。いや見てる見てる中足勝ったのはザビゴーキデコージ、ぐんにょり ぐんにょり最後はちょっとクリティカルでしたね。